アダルベロンのデニール公家ランスのアダルベロンは、ランス大司教。アダルベローとも、ロタリンギアの地方貴族アルデンヌ家出身、西フランク王シャルル三世のいとこの孫にあたる、メス司教アダルベロンの甥い、ロタリンギア修道院改革の中心人物であった、ゴルツェのヨハネスの弟子で、ロテール王に、ランスの大司教を命じられてからは大聖堂の拡張、改修を行い、 聖堂にステンドグラスを設置した。また、ランスの教会三次会員に規律を遵守させた。学問の進興も図り、司教座学校の教師として、オーリアックのゼルベールを採用した。ロテールとその子類五世のカロリング家と、神聖ローマ皇帝夫2世や夫3世との構想に際しては、両者の和解を取り持った。 しかしカロリング家とユーグカペーとの交渉では、ロタリンギや再生服を目論むカロリング家に反し、王位は、血統ではなく、業績や武勇そして品格で選ばれるべきとして、カペー側についた。ルイ5世の不慮の死で、カロリングの血統が途絶えると、生俗諸行による会議において、ユーグカペーが次の国王に推挙される。その際に、にフランス国内の宗教界で権威ある、 ランス大司教として、アダルベロンが意見の集約を取り行ったとされる。987年7月3日、アダルベロンが遊具に退官、性別を行い、遊具はフランス王に即位した。同年12月30日には、遊具の息子ロベールにも共同統治者として退官した。その翌年の988年にアダルベロンは退任した。アダルベロンはオリックの ジェルベールを公認に推薦していたが、遊具により、ロテールの諸子、アルヌルフが任命された。ありがとうございます。